財務省の増税の理由をご存知ですか？国が1600兆円の借金で首が回らないとのことですが、それは決して真実ではありません。決して決算として公表されませんが、本当は80億の赤字を出しても国は何の問題もなかったのです。それを公表しないのは財政危機を国民に煽り増税ができなくなるからです。皆さんはどう思いますか？